やってまいりました。中圭久保のおしゃべりトーク第14回ということで、ずっと我が家だと、うん、まあもちろん扇風機使ってなかったんだけれども、うん、で寝るときにさ、昨日ついに扇風機っつうか、あのうちサーキュレーターをね、うん、部屋に置いてあるんだけど、はい、昨日今年初、うん、サーキュレーターつけっぱなしで寝た。でも寝るとき涼しくするだけで寝つき全然違うからね。そうなんだよね。一回寝ちゃえばね。だから今年初めての夏なの。あ、そっか、うん、今回の新居になってから真夏初体験だ。鉄筋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 どうなの、計算的には。いや、太陽光で温まるとかその辺あんまり、まあ、熱が逃げないから、うん、よく夏暑くて冬寒いとは言うね。洞窟暑そう。いや洞窟暑い。だからもうね、うちね、お兄ちゃん洞窟決壊しました。いや今日も多いよ喋ること。そうなんですよ。前回さ、うん、ゲームやる兼ね合いで、うん、ちょっとスライド少なくしたじゃない、はい、これ先に言っちゃうと、うん、今回スライドの枚数56枚ぐらいある、はい、え、そんなにあんの。まずこれね、放送のね、公式の、ね、楽しんでいただけましたかということで。いや、よかった、見てくれた人ですね。まあ、まだ見てない人もいらっしゃるか。そう、まあ、なんか K さんから言いたいことがあるという噂がちらりと、ね、僕出禁になるみたいで。あ、出禁なんすか。はい、僕がもともと思ってた絵とはもう全然違うものができましたけど、ね、ああ、そうなんですね。もう全く違う、ま、こんな性風俗店みたいな感じじゃないし、うん、アイデアはこうでも、はいはい、それを形作ってくれたのは K さんだもんね。そう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 、うん、まあ、そうですね。だから本放送で坂本さんが言ってた通り、はい、僕のこういうサービスどうですかっていうのはこの絵には反映されてないかもしれない、うん、山岡屋の新メニューって何。え、来てんの。なんか、あ、知らん。そう、限定。限定？夏ってことはスタミナか？教えて教えて。ないないない。早く早く。はい、エビ塩？ああ、山岡のエビ塩ね。お、ああ、今一なんですよ。僕ね、エビラーメンはね、一元っていうお店が、あ、一元ね。そこ、そう、そこのが好きすぎてさ、頭がある。うん、一元好きすぎてちょっと他のところが比べちゃうんだよね。あ、うん、でもさ、その自分の一番好きな店を、うん、と同じジャンルのものを行った。うん、比べたときに、うん、やっぱあっちってなるのよくないよね。よくないんだよね、うん、だから僕らつけ麺もそうじゃん。まあそうだね。言ってるね。そう、うん、お気に入りの、僕と K さんってお気に入りのつけ麺の店があるの、はい、うん、まあ、名前はまあ言わないけど、うん、まあなんか放送でどっかでちょろっと出てるわ、うん、で、うん、そうだよ。これが僕と K さんの中でもう史上最高にうまいつけ麺って店があって、うん、これのせいで、うん、どこのつけ麺食べてもそれなりにうまくても、うん、比較してでもやっぱあそこはうまいよな、そうなん、まあ、そうなっちゃうんだよね。俺も行ったとこでしょ、あそこでしょ。そうそう、行ったとこ、あそこうまいもん、ね、確かに、あそこうまいね、うん、やっぱ山岡屋の良さを、うん、そうだね、エビ塩の、うん、だエビ塩一元だったらさ、うん、もう机にさエビの粉とか置いてあるじゃん、うん、粉置いてなかったっけ、それ違う店俺。粉は置いてないんじゃないか。エビの専門店があって、うん、あ、でもあるんだ、うん、エビので、そのエビをもうそのまま粉砕したふりかけみたいなのあるんですよ、やべ、知らねえシークレット店だそれ。それをかけるともうエビ食ってるぐらいのすごい店。でもそんなのあったらさ、うん、もうみんなめちゃくちゃかけない、かけるかける、めっちゃみんなかけてるんですよ。だからそれはだ、そんなの食ってるから山岡屋のちょっと中途半端なエビには満足できないっていう話で今めっちゃ脱線したんだ。なるほど。ちょっと仕切り直して、仕切り直して、うん、エビ味噌つけ麺なんですけど。そう、エビ味噌のつけ麺あるじゃないですか。つけ麺は食ったことないな。ないのか、うん、じゃあダメだダメだダメだ、もうここの10分もう今記憶消して、なんだっけ、エビグッズだっけ。そう、エビ猫グッズだよ。猫グッズで一つね、うん、大久保さんの名誉のために、はいはい、僕が説明しますと、うん、猫の着ぐるみ着る予定だった。猫の着ぐるみ、そうだ、全身ね、顔分からないようにって言ってたもんね、うん、まあ分かってもいいんだけど、まあ分からない方が、うん、一応放送中にその補足はしてはいるけど、見た見た、聞いて聞いて聞いた、うん、言ってはいるんだけどね。しかし、うん、やはり猫はさ着ぐるみ着てないから、うん、中岡さんの名言も生まれましたから。もう何とは言いませんけどね、猫てるのやつか、うん、はい、うん、まあ、さっきもコメントで出てたけどね、猫慣れしなかったから、猫慣れ、うん、そう、ケイさん最初さ猫のこと分かんないからどうしようって言ってたもんね。いや、これ飼ったことないからね、うん、これさちょっとさ言わせてもらっていいですか、うん、はい、いや、ケイさんって、うん、インテリで物めっちゃ知ってんだけど、うん、反面、うん、
なんて言うんだろうな、テレビとか全く見なかったりとか、うん、世間のいわゆるその流行ってるものとか、うん、めちゃくちゃ疎いのよ、うん、まあ、疎いね、確かにね、疎いとこもあるね。芸能人とかの名前も全然知らないし、ああそれはもう世間で流行ってるものも何も知らないわけ、うん、チュールって何ってなってさ、マジってマジでじゃん、うん、でチュールチュールチャオチュールだよって CM やってるじゃんって言って、うん、知らないっていうわけで、別にこれね、はあ、知らないのはいいのよ、はい、だからそこで教えてもらったじゃん、うん、そう、知らないのはいいんだけど、うん、あまりにもその知らないのさ、うん、何これ段階っていうの、はい、びっくりしてさ、うんうん、だからあの芸能人とかも、うん、だからそれこそ北海道だったらさ、うん、大泉洋の所属するさ、うん、チームナックスってあるじゃん、うん、チームナックスも全然分かんなかったからね。お仕方ないのさ、うん、うちね、昔から NHK しか見ない家だったから、うんうん、NHK ってね、ほら芸能人出てこないのさ。あーまあそうか、うん、そうなの。いやまあ出てくるけど少ないよ、うん、バラエティーとかと、あ、バラエティーじゃないや、出てこないです。で CM もないでしょ。そうそうか、うん、へえ。あのアニメとかはさ見てたよ、中華一番とか。あ、中華一番だからね、ここのね、 K さんとの温度感の差ってね、うん、定期的に感じるんだよね、すごい、うんうん、あ、住む世界が違う人がいるって定期的に思う、うん、だから僕と K さんって知識がもう偏りすぎてんのさ、はい、そうね、両極端、うん、インテリな話題は K さんに聞けば分かるし、うん、普通知らないようなこと知ってるもんね、 K さんもね。いやそんなことない、やめてやめて。あと僕はあのエンタメとか、うん、そう雑学とかは僕なの、うん、うん、そうそうそう。 HK はどっちに聞けばいいですかって。HK？ うん、 HK はうーん、ごめん、俺拾うべきじゃなかった、申し訳ない。まあそれはね、それぞれ各々のジャンルというものがありますから、ね、ジャンル、あ、得意分野ね、やはりね、ジャンル、なるほど、うん、そこがニッチする、あ、マッチする部分をね、そう、まずね、何を聞きたいか、うん、書いていただかないと答えられないかな、ちょっとそこは。